はいどうもダライです。今日もそば分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、 OMG コイン、バットコイン、リンクの方やっていきたいと思います。昨日に引き続き、続落ということで結構ですね10何パーとかですね落ちてきました。ビットコインはまあ 10% 前後を収まっていて、そんな中でもね調子が良かった、リンクが大きくね下げてきているというところで、まあ上げがね大きい、通貨ほど、落ちるのもね結構大きく落ちてきているという、まあ、感じになっていますという感じです。で今後ですね、まあの見通しですね、見通しと、戦略っていうところも柔軟に対応していかなくちゃいけませんので、この辺のね戦略っていうのは非常にね大事になってくると思いますので、最後までねご視聴ください。はい、じゃあまずは、記事の方取り上げたいと思います。コインテレグラフジャパンの記事です。エルサルバドルビットコインを追加購入ということで、1500万ドルで、410BTC 購入ということです。エルサルバドルは BTC 価格が約半年ぶりに3万7千ドルを下回ったタイミングで 410BTC を追加購入した。エルサルバドルの BTC 追加購入は同国のブケレ大統領によって明らかにされた。ブケレ大統領は 410BTC を1500万ドルで購入したといい、これは 1BTC あたり 36,585 ドルで購入したことになるということですね。はい、でエルサルバドルはですねこういうね急落した時とかに毎回ね追加購入していますので、まあこれはね、まあ、国を持ってやっぱり美味しい買いだということで、まあ、買っているんだろうというふうにね、なってると思うんですけども、まあこれがね随時ねこういう、ファンダというのは出てくるかなというふうに思います。はい、じゃあ続きましてコインポストの記事です。米ネットフリックフリックス、NFT 事業立ち上げを計画かと、いうことです。まあネットフリーはですね、まあ日本でもねめちゃめちゃ人気のある、まあ映画とかね見れる、アプリなんですけども、まあ、NFT 関連の、事業を開始するということで、まあものすごくね、期待が高まっているというところです。まあどういった形でね参入してくるのかっていうのは今後またね新たに分かってくると思うんですけども、まあこういったね発表があったということは、まあ仮想通貨界にとってはですね、いい、影響になるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、今日はですね相場分析、この、番数はね昨日見ましたので、ちょっと今日相場分析の方をね詳しくやっていきたいと思います。まず週足でね見たいと思います。週足レベルだと、まあ、ダイバージェンス起こしてましたよね。そして過去のねこういうね歩みを見てもですね、まあ出来高がとにかくね少ないんですよね。価格はこれだけ上がってるにもかかわらず出来高がねものすごく弱いというね状態にあります。やはりキープしている人ですね、長期で保有している人が多いということになっております。で売り買いする人もいるんですけども、まあ、この価格のね上昇に見合った、出来高ではないっていうところで、まあ上がれば上がるほどですね上げ上値がね重くなってくるという、そういったね状況にもなっているかというふうに思います。で、まあ、今ここまで落ちてきてるんですけども、まあ、結構ねチャートの形としては、懸念される場所結構あるんですね。まずはこのダブルトップですね、このダブルトップが警戒、そして、ダブルトップを否定して一旦反発するんだけども、その後の三尊天井ですね、これを警戒、この2つがまずあるんですね。でもうちょっとね細かく見るとここでもね三尊天井の、この形ですねがあるということなんですね。でこのまあチャートとしてはですねこの警戒感があるこの形になる可能性っていうのもあるんですけども、ただですね下げるところまで、下げるというふうにね一概に言えるわけではなく、ここのね、320万円のここですね、ここはものすごく 分厚い壁になっております。
ここはですね、取引の量もですね、この辺の値っていうのはものすごくされていて、そして、サポートのね、ラインとしてもものすごく機能する部分でもあるというふうに思いますので、まあ、この辺をね、一回試しに来るんじゃなかろうかというふうに思います。で、まあ、僕なんですけども、BTC はですね、まあ、買う予定はなかったんですけども、僕はね、ガチホ、ビットコインに関してはガチホなんで、ここをね、落ちてきて買う予定なかったんですけども、まあ、さすがにね、まあ、この、ここのね、ここのモヤモヤ区間で下げ止まる、想定でいましたので、ここを割らない限りはですね、またもう一個行くと思ってました。で、ここを割ってくることも一応想定はしとかなくちゃいけないので、想定してましたけども、まあ、ここをね、さらに下げて、この320万円に試すという形を取るのであればですね、僕は追加購入していこうと思います。一旦ここでね、反発しっかりされているなというふうに、改めてね、観測できたら、僕はここで一玉入れていきます。で、上がるんですけども、また下がるよと、可能性はあるんですね、もちろん。で、ここの3ゾーンが決まったらですね、一旦すぐにね、すぐに、ここの320万を割った時点ですぐに一旦退散。っていう形で、戦略を進めていこうかなというふうに思います。まあ、とにかくそれぐらいですね、ここがね、底固めされると思いますし、週足レベルでも RSI がね、売られすぎ水準に、まあ、ここまで落ちてきたらそれぐらいまでなるんじゃないかなというふうに思っておりますので、RSI と、サポートのね、この厚さ、分厚さっていうところを考えると、一旦買っていくっていうのはありかなというふうに思っております。で、もちろんこのね、ダブルトップと三尊天井ですね、これも警戒しなくちゃいけませんので、損切りのねラインっていうところはまあ、結構シビアに構えておいて、そこでトレードに参加するというような、形で僕はねビットコインに関しては、今後進めていこうかなというふうに思っております。はい、まあ、とにかくこの320万、ここで下げ止まるかというところがまあ非常にね、まあ、世界中の人たちがまあ見ているところ、まあこれ円建てなんで少しはね誤差はあると思うんですけども、まあ、ここのねサポートラインというのは、まあ円建てじゃなくてもですね、ここね観測されている、ラインというのがありますので、ここでね買い支えられるかというところは非常にね見といた方がいいかなというふうに思います。はい、じゃあ続きましてリップルですね。はい、リップルも、週足で見ていくんですけども、まあ、ここのね、下降ラインが、ここね、あるわけですね。で、この上昇トレンドはもう完全に割ってきましたので、もう上昇トレンドは変えておりません。そして下げ止まるポイントとしてはですね、まずは、この56円ですね。ここが一応底固めとしては結構硬い量というところになります。ここを割ってくるとですね、まあ、このなだらかに続くこの上昇トレンドっていうのがありますので、ここまでね落ちてくる可能性があると、いうことです。そうなったら35円とかですね、そういった、ところになりますので、まあ、今は65円とか7円ぐらいですので、まあ、約半分ぐらいはね落ちてしまうということになりますので、まあ、一応ここの、56円を割ったらですね、一旦手放す、っていう手法は取った方がいいかなと思います。僕はですね17円と、32円か3円ぐらいかなで入れてる玉がねずっと持ち続けてるのがあって、まあ、30何円の玉に関してはもうここのね56円割ったら、一旦退散して含み益を持った時点で一旦ね決算しようかなというふうに思います。そしてまあ17円とかで持ってる玉はね、持ち続けとこうというふうに思っております。はい、でまあ買いますかどうかっていうのはね、リップルに関してはまだね伸びしろがものすごくあるんですね。400円、最高値が400円ぐらいですので、まあまだねしっかりとした上昇波が来てから乗っかってもね全然遅くないというふうに踏んでますので、まあ、一応ガチホするような、玉を入れるというよりはしっかりとね上昇に転じた時に買っていこうかなというふうに思っております。はい、じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい、イーサリアムに関しては僕はですねもう玉がね1個刺さりました。ここですね、この28万8000円ぐらいの8000円か900円ぐらいのところ、ここ今玉刺さりました。
で、段階的にね、次の玉っていうのが 18円とかぐらいになってくるので、まあ、ちょっと間は空くんですけども、そういったところでね、買っていこうというふうに思います。で、まあ、ここに関してはもう長期ホールドですので、ここから下がってこようがですね、一応持ち続けるコインにはなるんですね、僕の場合で、一応この上昇トレンド、なだらかに続くこの上昇トレンドと、このね、このサポートがね、厚いこの価格としては18万8000円ぐらいのところですね、がありますので、まあ、ここまで試してくる可能性あります。もちろんビットコインがね、それぐらいまで落ちてくる、ここのね、似たような相場になっておりますので、ビットコイン見ると分かるんですけど、ここね、ちょっとぐちゃぐちゃなって見えにくいですけど、ここがここで買い支えられた期間が、イーサリアムでいうとここになるんですね。ですので、まあ、この辺ぐらいまでビットコインも試す可能性もちろんありますので、イーサリアムもそこぐらいまで落ちてくるという可能性は一応見といた方がいいかなと思います。今からで言うと、まあ、約10万円幅ぐらいね、落ちる可能性というのがありますので、まあ、そこは警戒しとった方がいいということです。で、チャートの形もですね、ビットコインと似ていて、これですね、この三尊天井ですね、これをまずは警戒、そして、ここね、ダブルトップ、ダブルトップにしてはですね、ちょっと上げ、こっちのね、上昇率が結構イーサリアムの場合は強かったので、まあ、どちらかというとダブルトップというよりはこの三尊天井ですね、これを警戒しておくということです。はい、ですので、まあ、一応ここのやはりこの18万6000円とかですね、その辺をここをね、ここの上昇トレンドとこの横軸をここ下回るような事態が起きたら、まあもうここはですね、損切りするなり何にするなりですね、そこは構えておいた方がいいかなというふうに思います。 RSI 的にもですね、もうちょっと下がってくると、売られすぎラインになりますので、まあ最高値更新はいかなくても一旦の反発はね、来ると思います。はい、だから売り逃げた後、この辺でね、もう高値掴みしてしまったよという方はですね、次の反発のタイミングで売っていくのがいいかなというふうに思います。で、落ちたら落ちたところで、拾っていくっていう形に、まあその柔軟にね、変更しておいた方がいいと思います。超ガチホするっていう方はですね、まあ持ち続けてでもいいと思うんですけども、まあそれこそね、まあ半減期の下落とかでね、また4年間かかるとかね、そういった話になってくると、まあちょっとまずいよという方はですね、次の反発ぐらいで一旦一部利確なり、この高値掴みした分を一旦ね、清算するとかですね、そういった方向性で行った方がいいのかなというふうに思います。それぐらいのね、結構大きなね、下落にはなってきてますので、ちょっと悲観に走る方は多いかなというふうに思います。まあ、ただし、まあ、鉄壁のね、サポートラインが、まあ、ビットコインもそうですけども、イーサリアムもそうですよね、あるっていうところを一つ見といてください。まあ、分かりやすい指標ですので、割った時はどうなるか、サポートされた時はどうなるかっていうところが、まあ、結構分かりやすい場所ではあるかなというふうに思っております。はい、まあ、そんな感じですかね。まあ、もっと下がってくると、まあ、段階的に僕もね、差し値が入っておりますので、まあ、その辺が入り次第ね、またね、追加でアップデート情報というのは、教えていきたいというふうに思います。はい、じゃあ続きまして、バットコインですね。はい、バットコインは上昇トレンドを割ってきて、少し下髭をつけているというところです。まあ、一度割ってきましたので、まだ下を目指す可能性というのは、まあ、全然あって、その時は64円と46円というところで、このね、ここの、ちょっと待って、書けないぞ。ここのサポート帯とここのサポート帯というところが、まあ、機能してくるのかなという形になっております。一応ここのね、ダブルボトムを描いたここのね、ネックラインっていうところを割ってから一気にストーンと落ちてきたので、やはり次ね、また情報消化が来たとしても、ここのね、ネックラインの価格帯っていうところが、まあ上値を重くするというふうに思いますので、まあ結構ね、上げるのに時間はかかるよねというふうに思います。今はガチホで買いたい人が、まあ、狙っていく、現物買いをね、狙っていくっていうところになると思いますけども、まだね、今これ抜けてから、またちょっとね、時間が経ちませんし、
でここ抜けしっかり抜けてもないし、なんていうのかな、中途半端な場所になってるんですね。ですので、これがもうちょっと、しっかりとこの陰線で、時間を終えてですね、次のターン、ローソク足で次のターンに行くような形になると、もう一段階下に行く可能性というのは強くなるかなというふうに思います。これから1週間今週中にですね、グググと買われてこの上昇トレンド上に乗せてきたらですね、ワンチャン次のターンから少しだけね反発っていう可能性もありますので、まあそこはいろんな方向性でね考えとった方がいいかなというふうに思います。バットコインに関してもこの三尊天井っていうところが、一つね、チャートの、まあなんですかね、下げる可能性があるチャートとしてはね、この三尊天井を作る可能性も一つ視野に入れておいた方がいいかなというふうに思っております。はい、バットコインはね今のところ僕玉持ってないので、まあなんとも言えませんし、まあ、まだ今はね僕はちょっと買うとかはないんですけども、まあ、相当ね、まあ、例えばここの48円とか46円ライン、ここをねググと落ちてきたらね一旦すごい下落が来ると思うんですね。で下落がもう来て、もう、下がりに下がりきった場所でですね、もやついていて、あもうそ、下根もね、結構熱いぞと、もう結構もう落ちきったぞという感じのタイミングをね、ちょうどね、見ることができたら、そこでね、少しだけ買っていく可能性はあるかなっていう感じです。はい。はい、じゃあ続きましょう。OMG コインですね。OMG は冷やしで見ていきたいと思います。僕が言ってたこのボックスですね。ボックスを下抜けましたので、一旦はですね、ここですね、332円、ここをね目指してくる可能性が出てきますと、ここね。ですので、まあ非常にね、結構落ちる可能性というのが出てきましたので、ここは警戒しとった方がいいと思います。この辺で含み益、持ってる方は、一旦ね退散した方がいいですし、高値掴みの人ももう今一旦退散した方がいいようなフェーズにはなってきているというふうに思います。一応短期的にこういう下降ラインがありますので、ここをね抜けたとしても、まあその上値がねこのラインとか、まあちょっとこの辺でねうよよしたところっていうところが結構ね重たくはなってきてると思いますので、まあなかなかね、相当な、まあ、上昇波が来ない限りなかなかね戻すことっていうのは難しいと思っております。でまあ今回下落しているのは、仮想通貨だけじゃなくてですね、世界的にもですね、こう指標、いろんな指標が、まあ、落ちてきているタイミングになりますので、まあ、そのこれからねまた反発して上がってこないとも言えないんですけども、まあ、今のところこのねチャート的にはこの指標を割ってきましたので、どちらかというとリスクをね、一旦清算して、まあ逃げる方、含み益を持って逃げる方、もしくは損切る方、それぞれがですね柔軟に、一旦ね清算するっていう形もですね視野に入れていかなくちゃいけないというふうに思っております。はい。で一応ですね、まあ OMG に関してはまあ、ここでね軟調な動きしてましたので、まあここ下抜ける可能性もねワンチャンあると思ってた人結構いると思うんですね。ですので、まあそんな僕の動画を見てる人はまああんまりね心配してないんですけども、まあ BTC とか、まあビットコイン、イーサリアムあたりが、含み益を持った状態でね、損益を抱えてる人っていうのはまあまあいるのかなと、いる可能性は結構高いのかなと思いますので、まあどちらかというとこういうね OMG サブ的なコインを、まあなんていうのかな、ここで相場を考えるよりも今はそういう大きな指標ですね、イーサリアムとかビットコインの指標というところをもとに、こういったね OMG とかの指標も、リンクして考えていく、それがね今のところはいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ続きましてリンクですね。リンクがこれ見てすごいですねドッカン下落ですねこれね。はい、ボラティリティがねものすごく大きいよねって言ってたんですけどもね、こういう大きさはまあすごいですよね。で、まあここまで下げてきましたので、まあもう相当売られすぎではあるんですね。まあただし、
今までがね、これね、すごい急騰してたんですね、ここまでね。急騰してたので、まあ、その反動でね、売られるっていうのも、リスクオフムードになって売られるっていうのは、まあ、全然ね、考えられることで、ビットコインとかイーサリアムは、もうガチャをするっていう人多いんですけども、こういうね、どちらかというと、ポットでではないんですけども、まあ、この、なんか、そのメタバース関係とかですね、ディファイ関係とか、まあ、そういったね、今流行りの、人気があったコインっていうのは、売られる時もですね、一気にリスクオフをされるっていう形になりますので、まあ、その反響を受けた結果かなというふうに思います。まあ、逆に言えばですね、余力もあるわけですね。ここまで上げてきたという余力がありますので、まあ、その、市場が落ち着いてきたらですね、大きな反発もあると思います。これだけ落ちてくると、ある程度の反発は絶対あるんですね。ですので、まあ、これだけの上げに対しての大きな上げだったんで、まあ、大きな反動で、こういったファンダが出た時に売られる。だけども、売られるのもボラティリティが高い感じで売られますよね。ってことは、それだけの反発もある程度は見込めるというふうに思っておいてください。もしね、高値掴みした人はですね、その、反発があるところを待って、そこでね、一旦逃げる。そこまで引き伸ばして、少しね、損益を、元に戻してから逃げる。そういった手法を取った方がいいと思います。はい。今ね、少し陽線になってきてるんですけども、まぁ、ちょっと弱いのでね、もう一段階下げる可能性もありますよね。はい。まあ、ですので、まあ、ここからはちょっと未知の世界なんですね。まあ、ちょっとビットバンクとか、他のちょっとチャート見たらね、過去のデータもあると思うんですけども、まあ、これビットバンクじゃない、バイビットとかね、バイナンス とかで見たらあると思うんですけども、まあ、なんせ僕ビットバンクで見ておりますので、ビットバンクではまあこれだけね、ビットバンクに、上場してからは過去最多で、安値をつけているという形になっているという感じです。はい。で、まあ、どこで買っていけるのかとかですね。まあ、そういったところっていうのは、まあ、皆さんもね、興味深いところであると思いますので、その時、その時にね、動画で、しっかり説明はしたいというふうに思いますので、まあ、ぜひね、私の動画をね、いつも参考にしているっていう方はですね、チャンネル登録と通知ボタン、よろしくお願いします。あと、いいねボタンもよろしくお願いします。そういう感じで、今日もですね、相場分析やってみました。僕が使っている取引所は、ビットバンクとコインチェックになります。この2つはいつもね、概要欄に載せておきますので、ぜひ見てください。で、今年ね、インジケーターか。インジケーターの僕がね、これだけはね、押さえておいた方がいいというインジケーターを、5個、おすすめのね、5個を、動画にしております。過去、いつやったかな、一昨日かね、そんくらいやったかな、に出してる動画だと思いますので、ぜひそれもね、初心者の方は特に見といてください。まあそういったのをね、全部把握しているよという方はね、ああなんだ、ああそれはもう基本中の基本だよねって思うかもしれないんですけども、あんまりね、この投資の世界に入ってきて、まだあんまりね、時間が経たないよという方はね、必ず押さえておいた方がいい動画になっておりますので、ぜひそちらの方も見ておいてください。はい、ということで、今日もですね、やってみました。結構リンクなんか 20% 近く落ちてきてますので、悲観に走られてる方いると思いますけども、まあこれもね、一つ、想定ないと言ったらおかしいんですけども、まあ上がる可能性と、落ちてくる可能性っていうので、落ちてくる可能性の方を少しね、低かったっていう方はですね、まあそこのね、ギャップじゃないですけども、そのギャップによってね、悲観に走られてるというふうに思うんですけども、仮想通貨っていうのはそういうもんです。はい。まあ、長くやってればね、みんな分かってると思うんですけども、まあ、60% 下落、全利確とかですね、全戻しとかですね、まあ、それで言うと、まあ、ものすごいね、1日で 30% 上昇、30% 下落とかですね、そういったのはザラにありますので、まあ、株とかでは考えられないような、まあ、値動きをするのが仮想通貨です。はい。ですので、まあ、こんなのでね、あたふたしてたらいけませんよっていうところです。こういう時こそ、冷静にね、買い時なのか、どうなのかというのを毎度毎度判断して、そしてですね、できればこういう時にね、もし、買えてたのであれば、上昇波が来た時に一番いいところで買えたというふうになるんですね。まあもちろんですね、
まあ、頭と尻尾はくれてやれっていう言葉もありますけども、別に上と下だけをね、狙わなくていいんですが、まあ、こういった時にね、やはりリスクをどれぐらい負えるかっていうところで変わってきます。まあ、ただ、下がったから買えばいいというわけじゃないんで、そこは僕の動画とかね、そういったのを参考にしていただければというふうに思いますので、ぜひ、毎日のね、相場分析見てください。はい、ということで、今日はね、ちょっと長話になりましたけども、この辺で終わりたいと思います。おつー。